はい、皆さんこんにちは。リオです。ですね、今回のゲストがですね、日本にいらっしゃる斉藤さん、斉藤幸信さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。斉藤さん、長らくお酒関係の仕事されてて、はい。で、前回お会いしたときに、確かウイスキー投資の話を聞いたんですが、はい。ワインとかはね、よくそのワイン投資とか聞くんですけど、ウイスキー投資っていうのはね、非常に僕には言い慣れない言葉だったので、はい、今回はその辺についてちょっと教えていただけますか。はい、わかりました。はい、今日はい、ご紹介するウイスキー投資というのは、はい、まあ、比較的新しいです、はい。かなり新しいですね。はいはい。ウイスキーという皆さん、ボトルのウイスキー、はい、を想像すると思うんですけど、はい、そういったいわゆるこう珍しい、非常に世界に何本しかないというようなレアボトルへの投資ではなく、はい、あ、それじゃないですね、はい、スコッチウイスキーの原酒に投資をするというものです。原酒、はいはいはい、どういった形ですか。はい、ですので、まあ、はい、いわゆるこう現物コモディティ投資っていうのに近いと思います。あ、コモディティ、あ、そういった形ですか。はいはい、例えば、はい、アンティークコインっていうのがあるとしますと、はいはい、で、それと別に、こう、はい、ゴールドそのもの、金を何キロっていう投資がありますよね。はい、はい、はい。で、このウイスキー投資っていうのは、例えばマッカランの50年ものを何本とか、はい、はい、山崎の何とか、はい、ではなくて、スコッチウイスキーの原酒何リットル、はい、という投資をすると。なので、コモディティ投資、はい、現物投資ということになります。そうすると、まあ、ゴールドに対して投資するのと同じような形。そうですね。はい。で、まさに、これは、イギリスの、ゴールドの、トレーディングをやってる、はい、まあ、会社がですね、はい、ウイスキーも、まあ、はい、同じような取引が成り立つんではないかということを、まあ、着想して、はい、で、開発したものなので、非常に、発想としては非常に近いです。ただ、ウイスキーにはウイスキーの非常に、こう、特性というのがありますので、はい、はい、ではそのあたりはちょっとご説明できればなと思います。わかりました。まあ、歴史としては非常に新しいということを、はい、すると。ええ、はい。あ、それは非常に面白い話なので、ぜひお願いします、はい。はい、よろしくお願いします。なんか、もし資料とかあればですね、それ出していただいて、話してもらった方が、はい、わかりやすい。わかりました。はい。はい、わかりました。お願いします。はい、じゃあ、その方がちょっとわかりやすいと思うので、ちょっと資料を用意させていただきました。はい、大丈夫ですか。はい。はい、すぐ出れてます。出ましたでしょうか。あ、出ました。はい、出ました。大丈夫ですか。はい、じゃあ今日は、はい、お話ししましたように、スコッチウイスキーですね。こう、ウイスキーの中でも、スコッチウイスキーの熟成に投資をする、はい、ウイスキーインベストダイレクトという、まあ、これは、はい、プラットフォームの名前なんですけれども、はい、それのちょっと紹介をさせていただきます。はい、はい、わかりました。で、はい、私がちょっとなんでそれやってるかということなんですけど、上園さんからのご紹介にあった通り、お酒の仕事を長くやっていて、一時期ですね、ウイスキーの会社、はい、ちょっと日本の代表をやってたというようなこともあって、はい、そんなこともあって、はい、ちょっとこう、この、なんていうんですかね、はい、この投資の啓蒙というのをちょっとやらせていただいてます。あ、そういうことですね。はい。はい、で、今日はお話しするのはですね、実際のこう、まあ、細かい投資のところに行く前に、はい、そもそもウイスキー投資って何と、いうところのお話をまずさせていただきます。はい、はい。はい。で、その後、2点目に、じゃあなんでそのウイスキー投資っていうのが投資として成り立つのと、はい、要するに儲か、どうやって儲かるのというところのこの仕組みだけ、今日はこの2点だけ、はい、お話をしたいと思います。お願いします。はい。はい、で、まず、ウイスキー皆さんお好きな方も多いです。上園さんウイスキーお好きですか？いやー、あんま飲めないんですけど、はい。はい。はい、で、ウイスキーはですね、まあ、最近日本でもここ10年くらいずっとブームで伸びてるんですけども、はい、はい、これ蒸留酒って言いますね。蒸留、蒸造酒を蒸留して、作るのが蒸留酒と。で、ウイスキーも蒸留酒です。はい。で、ウイスキーはもともとはビールです。はい、ビールを蒸留するとウイスキーになりますと。はい、はい。で、まあ、それを樽で熟成すると。はい。まあ、ウイスキーの場合は、そのオーク樽、まあ、奈良ですね。オークの樽、の、オークの古い樽で、はい、熟成して、最低3年、はい、平均だと大体9年くらい、はい、熟成をして、はい、まあ、販売をするということになります。はい、はい、で、ここが、最初から最後まで最大のポイントなんですけど、ウイスキーというのは、はい、古くなれば古くなるほど価値が上がります。はい、熟成が進むと美味しくなって価値が上がると。これが、まあ、最大のウイスキー の先ほどのコモディティとしての特徴ですね。はい、これはゴールドとか石油、原油とかとは違うところですね。はい、
で、ウイスキーの原酒というのは2種類ありまして、モルトウイスキーとグレーンウイスキーとこの2種類あります。はいはい、で、今回この両方とも対象にしてます。あ、なるほど。はい。はい、で、はい、まあ、最終的にお客さんが買うウイスキーっていうのは、多くはこの2種類、シングルモルト、って言われてるやつですね。蒸留所の名前のついてる、はいはい、これ実は全体の 8% ぐらいしかなくてですね、はいはい、大半はブレンデッドウイスキーっていう、こう複数の蒸留所から買った原酒をブレンドして、作ってるウイスキーっていうのが、まあ、世界の 92% なので、はいはい、大半になります。まあ、ブランドでいうとこうジョニーウォーカーであるとか、はい、シーバスリーガルとか、こういったブランドがブレンデッドスコッチウイスキーということになります。そこはブレンデッド、あ、そういうことなんですね。はい。で、まあ、これ今のはこう最終の、製品のですね、ボトル、ブランドの話しましたけど、今日はあくまでも原酒の話をします。はい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 。でですね、まずウイスキー産業というのは、はい、まあ、特にイギリスでは、スコットランドは非常に大きな産業なんですね。ですよね。はい。はい、で、まあ、あらゆるスピリッツ、まあ、ジンとかウォッカとかラムとかいろんなスピリッツあるんですけど、まあ、ウイスキーっていうのは世界でも一番大きなスピリッツ、はい、でですね、はい、スコットランドにとっては年間で49億ポンド、これ去年1年間ですけど、の輸出産業。まあ、約日本で7000億円くらいで、これスコットランド自体非常に大きいんですね。7000億大きいですね。で、ちなみに日本酒の今輸出が非常に増えているっていうようなことが、はいはい、時々新聞にも出ますけど、はい、おそらくですね、はい、確か200億から300億の間くらいだったように記憶してます。まあ、はい、日本経済にとっての200億とか300億と、はいはい、スコットランド経済にとっての7000億っていうことを、はい、まあ、ちょっと考えていただければですね、これは非常に大きな産業であるということはご理解いただけると思います。そういうことですね。はい、しかも非常に伸びてます。まあ、今年ちょっとコロナで、どうなるかですけど、去年も対前年 4% 世界的に伸びてまして、はい、過去30年間の平均で年間 1.5% くらいずっと伸びてきてます。ずっと伸びてますね。はい。で、これ下の、これちょっと地域別で細かいとこ、はしょりますけど、はい、世界で飲まれてます。はい、ああ、そういうことですね。はい。はい、で、今日のお話はですね、繰り返しになりますけど、ラグジュアリーなレアボトル。はい、山崎何年、軽井沢何年ではないということですね。ないですね。コモディティです。のスコッチウイスキー。投資としては非常にまあ新しいもの、はい、なので、新しいまあオルタナティブ投資ということで、考えて位置づけております。あ、そういうことですね、はいはい、でちなみにですね、パフォーマンスどうなのということですけど、はい、まあ、ウイスキー、この今日お話しするこのプラットフォームは新しいですけど、はい、まあ、ウイスキー投資というのは、まあ長らくこうずっと世界にありまして、はい、投資商品として見てもですね、やっぱりこう非常にパフォーマンス高いんですね、はい、ウイスキーの場合は、はい、一つはまあ需要が伸びているということと、はい、あとやっぱりこうウイスキーの特性であるエイジングですね、熟成が進むほど価値が上がると、はい、いうことがあって、はい、これロンドンのですね、株価指数、それからロンドンの不動産、とですね、比べてるんですけど、はい、一番左がウイスキーですね、はい、でこれ3年、4年、6年、8年、12年って年数が経てば経つほどウイスキーがダントツにパフォーマンスが良くなると。良くなりますね、はい、真ん中が株で右側がロンドンのプロパティです。でこれは12年もののウイスキーなんて聞かれたことあると思いますけど、当然12年ものっていうのは8年ものよりもいいので、単に4年経って景気が良くて上がったということではなくて、はい、その、コモディティ自体の価値が上がったという、そのダブルの、その、はい、なんかね、恩恵があるということですね。はい。はい、で、実はこれ、ゴールドの取引をしている、ビリオンボルトっていう会社で、はい、まあ、これ、インターネットを使ったですね、はい、金のトレーディングの会社で非常に大手、はい、です。はい、イギリスの会社 で、はいはい、でこの右側の方がそのファウンダーポール・タステイン、さんがですね、はい、ウイスキーでもこれ成り立つんじゃないかということをある日思いついたわけですね。あ、はいはいはい、で声をかけたのが左側、これ私の元はい、世界で一番大きいウイスキーの会社の同僚であった、はい、ルパート・パトリックに声をかけて、でルパートはですね、非常に、まあ、実家もウイスキー、ウイスキーの蒸留所で、その、世界最大のウイスキー会社でも働いたということで、まあ、彼はウイスキーのエキスパートです。はいはい、で彼のウイスキーの、知識と、右側のポルタステインのゴールドのトレーディングで、はい、培ったそのシステムですね。
トレーディングのシステム、はい、これを合わせてこのウイスキー投資というのを、まあ、実現、4年前に実現させた2014年、ということです。2014年ですから新しいです、はいはい、ただまあ、新しいんですけど、まあ、6年経ちましたんで、ずっとその間取引の実績もあって、どんどんいわゆるこう、投資家の方のウイスキーを買う量、保有する量っていうのもどんどん右肩上がりで増えてきてます。実は今年コロナがあって一瞬ちょっと、伸びが止まりましたけど、実はここ最近数ヶ月はですね、まあ、株式市場もガーンと上がってますけど、はいはい、またこのウイスキー投資を始める人も非常に大きく、伸びている、いう状況になってます。あ、今の時期でもですか。はい、はい、で、ではこのウイスキーインベストダイレクトというのはこの、まあ、このプラットフォームなんですけど、はいはい、どういう仕組みかということを、はいはい、ご説明します、はい、まずこれによってですね、個人投資家、まあ、私含む皆さん、これを見ていただいている皆さんが、はい、個人として熟成ウイスキーの卸売、はい、要はプロのマーケットへのアクセスができるようになりますよと。はい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 、でそのシステムは先ほど申し上げた通り非常に信頼できるゴールドのトレーニングの実績のある、はい、テクノロジーを使ってます、はい、でこの現象を理解するのは我々のような個人投資家と、あと、まあ、最終的には蒸留所だったりですね、はいはい、ボトラーさん、ボトラーといってこう、まあ、要はウイスキーを製品化している人たちとの間で売ったり買ったりをするわけですけれども、はい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 、その双方に対して完全にこうオンライン上で透明なデータ、はい、データというかですね、はい、を、提供してます、はいはい、でイギリスの HMRC っていうのはこう日本でいう国税庁みたいなもんですね、はい、日本でもお酒っていうのは結構ね、国税庁に厳しく監督されてますけど、はい、まあ、イギリスでもこの歳入関税庁というところから、はい、にもですね、はい、このスキームっていうのは認知をされていて、はい、これはいいねと、スコッチウイスキー業界にとってこのシステムはと、はい、いうことで、まあ、お墨付きをいただいているということになります、はいはい、それからですね、ここも非常に大きなポイントなんですけど、はい、この、皆さんが投資をするとこれウイスキーの現物を所有することになります、はいはい、所有権ではないんですね、はい、権ではなくて現物そのもの、現物所有するわけですか、現種そのものを保有すると、はいはい、まあ、これが非常に、だから安全だということが言えるわけですけど、はい、そういったことをにしてます、はい、で、投資したウイスキーっていうのは、はい、先ほど何度申し上げているこうプロのこう、はい、要は世界ですね、はい、プロの、ウイスキーを理解している人たちが使っているのと同じ保税倉庫に保管されると、はい、いうことになります。あ、はいはい、まあ、これがちょっと概要になります、はいはい、でそれがですね、はい、なんで成り立つのと、はい、どうやって儲かるのっていうところはちょっと皆さん多分いろんなことされてきて、はい、関心のあるところだと思いますので、はいはい、まあ簡単にことご説明できればなというふうに思います、はい、お願いします。でこう今映ってるのがですね、はい、そもそも蒸留所、ウイスキーの蒸留所ってどんなビジネスしてるかってことなんですけど、はいはい、まあ、原酒をですね、先ほどようにウイスキーであればビールを作ってビールを蒸留するわけですね、はいはい、でそこからですね、はい、なかなかこう製品にならないわけですね、はい、最低3年と申しますと平均で9年、はい、9年経たないとキャッシュにならないんですね。ならないことですね、はい、でその間こう原酒を仕込んで、はいはい、蒸留をして、はい、で樽もですね買って、はい、樽の中で熟成をして倉庫代もかかって、はい、でボトルリングする前にはボトルも買ってラベルも買ってと、はい、いうことをやって最終的にボトリングしてその製品が売れるのに平均で9年かかります。9年かかる、はいはい、ということなんで皆さんお金借りてます。はい、で主として銀行から借りて金利払わなきゃいけませんと、はい、そういうことですね。その土地のファンド、投資ファンドから、はい、お金を出してもらうって払わなきゃいけないということなんで、はい、お金借りて蒸留所やってる人が大半なので、はい、そもそも金利よりもですね儲からなかったら誰もやらないですよねと、まあ、そういうことですね。というのが一つです、はいはい、でしかも、はい、先ほど見ていただいた通りウイスキーっていうのは熟成すればするほど価値が上がって価格が上がります。はいはい、ですので、はい、そういうこう、まあ、非常に長期のビジネスであると、はい、まあ、ですのでこれ投資としても非常に長期投資としておすすめということになります。はいはいはい、くどいことほど言ってますけど、ひとたび生産すると年を追うごとに価格が上昇するここが最大の他のですね、はい、一次産品みんな価格上がったり下がったりすると思うんですけども、はいはい、そういった景気の変動、需要と供給の関係っていうのはもちろんウイスキーでもなくはないんですけども、はいはい、それよりもやっぱり3年よりも6年の方がいいと、6年よりも12年の方がいいという
非常に、ウイスキーの特性というのが非常にあってあるということですね。わかりやすいですね。はい、はい、でそんなに儲かるんだったらみんな作っちゃって、はい、大量に在庫が出てきてですね、こう、はい、要は供給が多くなりすぎちゃって結局儲からなくなっちゃうんじゃないのと、はい、みんな安売りしなくなっちゃうんだ、はい、じゃないのっていうところになりますけど、はいはいはい、ここはですね、これは業界の人が分かってるこう在庫の自動調整メカニズムっていうものがはい、これはもう暗黙としてあってですね、はい、歴史的に供給過剰になりづらいんですよ。あ、そんなあるんですか。はい、でなぜならば同じウイスキーの1リッターあっても、はい、今日作る1リッターよりも、はい、1年前に作った1リッターの方が価値があるわけですね。はい、ということは、はい、もし今日作るものがですね、はい、1年前に作ったものよりもコストが高くなったら絶対勝負にならないんで、はい、作りませんよね、私は。ニューメイクって言って新しいウイスキー の仕込みをストップします。はいはい、ということでこうまず入り口のところで供給過剰になりにくいというところです。そういうことですか。はい、で今度は出口の話しますけど、はい、最終的にこう、まあ、6年8年9年12年って寝かせてきてキャッシュに変えなきゃいけないので、はいはい、売らなきゃいけないですけど、はいはいまあ、とにかくお金借りてますから早く売らなきゃいけないんですね。その問題あるわけですね。要はいいところになったら早く売らなきゃいけない、はい、大半のものが、はいはいということで、はい、でなぜかというのはボトリングしたらですね、価値上がらないんですね。12年ものっていうのは何年前にボトリングしても12年ものなんですよ。はいはい、はい、なので一回ボトリングしても早く売らなきゃいけないということで、まあ、いろんなマーケティング努力もあって、はい古い在庫は早く売ると。はい、新しい在庫ニューメイクは、コストが上がったら作らないと。古い在庫は早く売るというのが、もう要はこれはもうこのウイスキーの宿命としてあるので他の商品に比べると在庫調整のメカニズムが働いているということで、それが自動調整なんですね。はい、そういうことですか。はい、なるほど。ということで、まあ、これいいことばっかりなんですけど、はいはい、そこまでいいことだとですね、じゃあ今までなんでこうその投資商品としてあまりこうメジャーじゃなかったのか、まあ、そう思いますね。いうことですね。はい。はい、まあ一言で言うとですね、はい、非常にこうプロフェッショナル、エキスパート向けのマーケットで、はい基本的にはですね、一般の個人投資家には手が届かなかったと、アクセスできなかったという、ことです。ウイスキーの蒸留所、これ今でもっと増えてると思いますけども、100カ所以上あります。はい皆さん非常に、歴史あってですね、はい家族で何代もやってる、まあ、プロの方たちがその蒸留所っていうのを経営してます。はいはい蒸留所っていうのは非常に資本集約的で作るのにお金がかかります。はい、設備も倉庫も、はい当然政府の規制っていうのもあります。はいで最終的に売らなきゃいけません。どんな仕込んだことを売り切らなきゃいけないと。はいはいでその間にですね、蒸留所 のウイスキーに投資しても蒸留所が投資してしまうリスクだってあるよね。はいはい毎年の保管コストも1回買ったらこう買った人のコストとしてかかるということもあるの、はい、あります、はい、でただ何よりも最大の理由はですね、はい、蒸留所ウイスキーの原酒というのは最終的には蒸留所から買うしかないんですね、はいはい、誰か他の人の手を渡ってたとしても作ってるのはライセンスを受けている蒸留所で作ってる、はいものだけなので、はい、やっぱり個人投資家には安くは売ってくれないんですよね。当然業界の中でこう仲買いされているものなの で、ね一般的にこう、まあはい、いきなり買いに行くと約3倍くらいの値段、まあ、手間暇も含めてチャージされるというふうに言われてます。これじゃ勝負にならないよね、はいはい、ということですね、はい、で今回ウイスキーインベストメントダイレクトで何を変えているかということですけど、はいまあ、一つはオンラインでこれ売り買いができるようにしてます。で我々個人投資家が投資するときもこう、まあ、株のですねオンライン取引と同じような画面で取引をすると、はいまあ既存のインフラ使わないとこうコストが上がっちゃいますから、はいウイスキー業界が使っている既存の倉庫スペースをそのまま活用しますと、はい、それからそんなに大量にカスクっていうのは人、タル単位で買う必要はなくて、はいはい1リットル単位で買え投資ができるようにしてますと。あとで、はいそれから保税倉庫使います。はい売却も保証されてます、はいはいそれから、現物を保有しているので、はい誰が倒産しても関係ありません。ああそういうことですね。収益からですね、はいはい、現物は倒産しないですよね、はいはい、現物を作ってるその企業とか組織が
倒産するわけで、ウイスキー自体は倒産しないので、はい、皆さんが上園さんが買ったウイスキーはいつまでも上園さんのウイスキーのままなんですね。所有権変わらないんですよ。あ、そういうことです。はい、で、まあ、過去は高く買わなきゃいけなかったのが、まあ、専門業者とほぼほぼ同じ価格で買えるということは、大体、まあ、昔に比べたら 70% くらい安く買えるよね、はい、同じ土俵に乗れるよね、はいはい、保管料も専門の業者さんと同じコストと、はい、でそれを透明にやりますよということで、はい、これで初めて個人も、はい、同じ土俵に乗って投資可能になると、はい、なったということです。はい、はいはい、いかがでしたか。今日のご話はここまでです。ウイスキーの、はい、原酒へのウスコッチウイスキーの熟成原酒への投資であるということ、はい、それがオンライン上で個人投資家でも非常に、はい、ハードルが低くなって、できるようになったと、はい、いうことです。はい、今までね、まあ、そういったものをやろうと思ってもできなかったのが、まあ、もろもろそのオンラインでできて、もういろんなこの仕組みが出来上がって、で誰でもこう、まあ、投資ができるようになったと。はい、まあ、投資に参加することができるようになったということですね。そういうことですね。はい、まあ非常にね、その、まあ、ウイスキー投資って言ったら、多分ウイスキーも好きな人ってのはもういっぱいいると思うので、で、はい、まあ、ポイントとしてその自分の所有物になるっていうのは結構大きいと思いますね。はい、結局自分で使用してるから、まあね、最悪こう自分で飲めると、はい、いうことでもあるわけですよね。はい、そうです、そうです、はい、もちろんそれは、はい、そういうこともできます。ただ、まあ、これ原酒なのでそのままでは輸入できないので、まあ、はい、まあ、シングルモルトなり、あるいはこうブレンデッドウイスキーで他の原酒と混ぜて、はい、まあ、ボトリングしたものをこう、まあ、実際に飲むときは飲むと、自分で買って飲むことにはなります。ですね、あくまでもその、はい、どれも非常に巨大な何十万本ってあるこう、はい、倉庫の中にあるカスクですね、樽の中にあるこう何リッター分かがこう自分のものだと。はい、いうことです。あ、なるほど。斉藤さんは今このウイスキー投資の件でこう今いろいろこう動かれているということですか。そうですね、このちょうど6年経ちます、はい、このできてですね、はい、で6年前その作った時から、まあ、その話は聞いていて、はい、非常によくできたスキームだというふうに私も思ってます、はいはい、どちらかというと私の場合その投資家というよりはですね、ウイスキー業界の中にいたものとしては、はい、これは非常に素晴らしい仕組みを考えた。あ、なるほど、はい、やっぱりこれはウイスキー業界の人たちだけではできないんですね。やっぱり先ほど出てきてるやっぱゴールドをやっぱりこう取引売り買いしてるっていう、はい、やっぱりそういう金融あるいはこうIT のですねテクノロジーを持った、はい、その会社と出会ったことでこういうのが可能になったと、はい、いうことで、順調に保有高、売買高が増えていってます、はい、非常に長期投資として、はいはい、ですけど、はい、このはい、ルパートともですね、まあはい、もう6年間の実績もできたし、まあ、日本あるいはこうアジア、この上園さんのですね、ネットワークの、そのアジアにいらっしゃるこう皆さん、はい、いろんな投資されてる方も多いと思うので、はい、まあ、ちょっと紹介できるような、はい、実績もできてきたかなということで、はい、ここからお話しさせていただいてます。わかりました。また、はい、もしですね、もしもっと詳しい内容が知りたい人がいればですね、また斉藤さんが直接こうそうお話をするということも、ね、そうですね。よね。はい、そうですね。今日は具体的にじゃあ実際に投資をするとあともちろんそのアカウントを作って、その先ほど言ったプラットフォーム上にアカウントを作って、はいはいはい、で今ドルかポンドでしかできません。日本円ではできませんので、はい、まあそれで送金をして、はい、まあポンドならポンドでですね、はい、売買をすると、はい、いう、まあ要は口座開設手続きみたいなのが必要になって、まあまあ、そうするとその画面の使い方みたいなことも出てくると思うんです、はい、まあその辺は今日もう実際に投資したいなというような方にはですねご説明申し上げたいと思います。あ、わかりました。じゃあ、はい、まあこれ見てですね、その興味持った人がいればまた、まあ、はい、次のステップで斉藤さんからいろいろ説明をして、ネクストステップで実際どういうふうにやるのと、はい、でそうなるとやっぱりこう具体的にどういうふうなコストがかかりますか、はい、あるいはどういうふうなリスクがありますかっていうところももっとこう、はい、詳細に皆さんも気になりたいと思うので、それはまた別の機会にやりたいと思います。はい、はい、わかりました。じゃあ今日は非常にわかりやすい説明でですね、本当ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、じゃあすいません、失礼します。はい、どうも失礼します。はい。